どうもシュガーソルトです。今回なんですけど、はい、まあね、サムネとタイトルを見てもらえればわかると思うんですが、うん、料理対決をしていきたいと思います。まあ、あの料理対決といってもですね、うん、TikTok でね、まあ、ホットプレートシリーズが流行ってるじゃないですか、うん、ペッパーランチだったりとかね、たこ焼き器で肉巻きおにぎりだったりとか、うん、まあ、前回やったキムチーズチャーハンだったりとか、はいはい、まあ、それに続いて、うん、これは流行ってません、はい、僕らが流行るんじゃないかということで、はい、まあね、もうやってる人はやってると思うんだけど、うん、たこ焼き器でベビーカステラを作っていこうという企画になっております。なるほど。まあ、これですね、はい、それ料理って言うんですかって思ってる人もいると思うんですけど、うん、まあ、まずはベビーカステラを作っていきます、うん、はい、でですよ、うん、その後に僕らね、いろいろ買い物に行ってきました、うん、そのベビーカステラを作って、うん、各々のセンスでアレンジした、うん、まあ、一皿というかを作って、それがどちらがおしゃれで美味しそうなものを作れるかというね、勝負になっております。なるほどなるほど。100均とかで、あの、もう自分が使いたいお皿とか器も買ったし、うん、はい、まあ、なんかスーパーでなんかアレンジに使えそうな、まあ、なんかチョコソースだったりアイスだったりとかも買ってきたので、うん、はい、どうですか意気込みの方は。まあ、このたこ焼き器に関してはですね、やっぱりあの関西人なんで、まあ、扱いは慣れてます。なんで今回の対決はいただきました、ありがとうございます。なるほどなるほど、はい、まあね、こうたこ焼き器が得意みたいに言ってるんですけれども、うん、肉巻きおにぎりの動画見てください皆さん。あれを見てくれたらたこ焼きが得意かどうかは、一目瞭然ということで、まあ、僕が勝つでしょうということで、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。レッツ絶対負けへんからな、シュガーソル。はい、ということでね、早速作っていくんですけど、うん、どっちから作っていくか先攻後攻決めたいと思います。勝った方が決める、うん、好きな方、うん、最初はグー、じゃんけん、はい、後攻で。あー、かし、ずるい。なんでやん、いつもそうやって後攻行くから、もう無理。だってこの間の肉巻きだからじゃんけんにしたんでしょ。言ってますだから、じゃんけんで決めたんですよ。黙れ黙れ黙れ、今この間の黙らないだろ、じゃんけんで決めたんだから、わらすずるくないだろ。でもこの間の肉巻きおにぎりだって、ももにさっきやらせて、ももが失敗したのを見てカーシーができたわけやん。ほんでカーシー君はできてるのに、なんでももちゃんはできないんだみたいな流れになってるわけ。いや、ずるくないって。じゃあ今回カーシーからやってみろって話だよな。な、だからじゃんけんで先行ここ決めたんですよ。だからじゃんけんで勝ったって、負けたってカーシーが後になる流れでしょ、これは。あ、先になる流れでしょ。カーシー何言ってるかわからないで、カーシーお願い。もう、いやまあもう分かったじゃん、俺が先行でいいよ。ありがとうございます。うるさい。ありがとうございます。はい、ということで、まあね、わがままなうちのお姫様がね、僕がじゃんけんに勝ったのに、カーシーやだカーシーとか言うんで、まあ、僕からやっていきたいと思います。ありがとうございます。大丈夫大丈夫、カーシー大丈夫。じゃあもう早速ね、やっていきたいと思いますよ。はい、うまくできるのかしら。あ、ちょっと多いんじゃないですか。ん、全然多くないですよ。半分ぐらいですよ。大丈夫です。本当にもう見てもらったらわかるけど、すぐ膨らんでくる。確かにこれも結構少なくていいわ。早い段階で揚げないと焦げちゃうらしいんで。これが先行の弱点です。僕はじゃんけんに勝ったのに先行やらされてる。カーシーが先行選びました。おかしなお話です。あー、なるほどね。そうそうそう、あー、そういうことね。はい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 、はい、おー、すごい。はいはいはい、こういうことだ。こういうことですね。いや、難しい、これ。これ意外と難しそう。こいつやばいんだよな。こいつはもう一人で完成させます。本当に。いつも一人です。まあでもなんか綺麗ね。かわいい。めっちゃかわいい。かわいいベイビー。もうこんなもんでいいんじゃないかな。あげていきます。うん、ということで僕の子たちはこんな感じになりました。でもどう、なんか初めてやった割には綺麗くない。うん、いただきたいと思います。はい。てかマジで甘くない。甘くないの？本当に甘くない。まあね、さっきも言ったようにこの後トッピングしていくんで、味の調節は自分でしてください。そうだね。うん、素材はいい感じです。ももちゃんにバトンタッチしていきましょうか。はい、じゃあどうぞ早速調理の方に取り掛かってください。任せすぎ量は多すぎちゃダメ。そうだね。うん、私もう絶対に失敗はしたくないんですよ、みんなにバカにされるから。いやー、これは勝ちでしょ。なんか言ってますね。なんかまあね、いかに皮
可愛くトッピングできるかが勝負だからね。まあそうだね。なんかさ、お、結構膨らんできた。やばいやばい、こう急いじゃダメです。焦りが禁物。いや、焦ってましたよね、今あなた。可愛い。見て見て見て、ほらほら。あ、これ綺麗。やばいね、これ、うん、いや、ごめんな、カーシー、ごめんな。これはちょっともう無理だわ、カーシーには。やっぱりね、串の使い方どうだ？いいんじゃないか？結構いいよ。はい、ということで、私のベビーカステラ完成しました。はーい。じゃーん。いや、こうやって見るとめっちゃ美味しそうだな。結構綺麗でしょ。綺麗。じゃあ私もね、うん、1個食べたいと思います。はい。あ、でもこれちょっと、なんかちっちゃいど…あ、出ました。出ました、出ました。出ました、出ました。やめて。ねえ、やめて。いただきます。はい。なんか思ったより甘さ控えめね、うん、しっとりはしてます、うん。もう残りのやつも全部焼き切っちゃって、うん、まあ、そこからね、アレンジ対決していきたいと思います。はい。シュガーされた。はい、ということで、はい、ベビーカステラの方が焼き上がりました。イエーイ。じゃーん。ここからまあね、極上のおしゃれなベビーカステラアレンジ料理を長くね作っていきたいところでございますから。大丈夫ですか？じゃあまずは、うん、このね、100均で買ってきた器から紹介していきましょうか。はい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 。じゃあさっき僕先行だったんで、どうぞ、ももしから。いいですか、はい、じゃん。韓国のカフェにありそうな食器。あ、これあれじゃないですか、メダカ買うやつじゃないんですか。違いますよ、やめてください。てか一個いいですか、はい、あの器買ってきましょうって言ったのに下皿まで買ってるのゼロだと思うんですけど。これプラスこれで映えですよ、やっぱり。それはまあ予算とかも決まってなかったし、これが私のセンスです。はい、はい、じゃあ僕、はい、こちらです。じゃーん。まあでもなんかさ、ちょっと発想似てんのかな。まあでも確かにな、なんかお皿とかじゃなくてちょっとさ、なんかね、まあ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 、まあまあ、まあお互いお皿はこんな感じ、はい、器はね、うん、ということで、じゃあここから、使っていいトッピングを紹介していきましょうか。はい。粉砂糖、チョコソースとチョコチップ、ヨーグルト、コーンフレーク、ぶどう、ミックスベリー、あと溶けちゃうので今ないんですけど、バニラアイスを使っていいです。はい、はい、じゃあまあこの全ての中から自分が使いたいものを使って、まあじゃあこの極上の一皿を作っていこうということで、はい、ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、では用意スタート。綺麗だな、最悪だねえ、最低だな。ということでね、はい、2人とも本日の作品が完成いたしましたので、作品がね、はい、作品の方が、はい、まあ、ちょっとね、あのこちらベビーカステラはね、こんな感じで結構余っちゃってるんですけど、はい、まあ、これはね、今後おやつとして食べていきたいと思いますので、はいはい、じゃあ早速ね、作品のご紹介の方に入っていきましょうか。はい、はい、じゃあまず、はい、私の作品を紹介していきたいと思います。作品ね、作品を、はい、こちら、じゃーん。タイトルは、はい、真夏に舞い降りた真冬の女神です。間違いですね。間違いですね。どういうことですか。どういうことですか。逆に説明しましょう。粉砂糖がですね、雪を演出してるんですよ。なるほど。あ、シュガーパウダーが、はい、プラス冷凍ブルーベリーと冷凍ラズベリーをたくさん使ったので、うん、まあね、この中は真冬のように冷たいよっていうのを意味しています。なるほど、はい、カステラは温かかったけど大丈夫なんですか。あ、カステラは、まあ、やっぱあったかい冷たいの融合って美味しいじゃない。これあの私の心の温かさを表現しています、カステラは。はい、以上です。はい、ありがとうございました。はいはい、はい、ということで、じゃあ僕のターンですね。はい、じゃあ早速、特に言うことはありません。はい、もう見ていただければわかるかと思いますので、はい、じゃあぜひこちらどうぞご覧くださいませ。じゃーん。こちら、はい、タイトル、はい、パフェです。え、パフェ、パフェが、パフェ、名前パフェ。あー、なるほど。じゃあちょっと説明してもらっていいですか。はい、一番下の段からヨーグルト、コーンフレーク、冷凍ミックスベリー、うん、で、ヨーグルト、コーンフレーク、バニラアイスで、冷凍ミックスベリーで、上にポッキーとかそういう感じですね。はい、あれ、ベビーカステラどこにあるんですか。ベビーカステラ見えないですか、ここに。
ここにベビーカステラ1個入ってます。待て待て、はい、これだけ1個です。え、あのさっき食べて思ったんですけど、これ何個も食えるもんじゃないですね。あとすいません、いいですか。はい、あのちょっとポッキーの方は材料説明の時になかったと思うんですけども、はい、いやポッキーは、うん、あのたまたまあったんで、これ刺したらいいなと思って刺しちゃいました。小学生の作品ですかね、これ。誰ですか。お箸にしか見えないんですけど、まあまあまあ、ももちゃんはそうかもしれませんが、あとはもう視聴者の皆様のね、はい、反応見たいと思います。はい、アンチコメント募集してます。はい、ということでね、はい、作品のご紹介も終わりましたので、はい、じゃあせっかくですから、うん、やっぱりこちらお味の方もね、うん、確かめていきたいと思いますね、うんうん、それではお手を合わせてください、はい、いただきたいと思います。いただきます。バニラアイスとかつけちゃったりして、いただきます。どうですか。うん、おいしい、ございます。口に物入れたまま喋らないでください。でも私一個思ったんですけど、いいですか、うん、彼女の作品ですね、うん、ベビーカステラがですね 1,2,3,4,5,6,7 個入ってたんですね、うん、これね重いです。とてもその点僕の見てください、ベビーカステラ1個です。そしてヘルシー、ヨーグルトとか入ってフルーツとかも入ってますから、あたかも正論家のように言ってますけれども、あくまでもベビーカステラなんで、これあなたのメインはヨーグルトなわけですよ。じゃあこちら本日の目玉のベビーカステラいただきたいと思います。目玉1個しかなくてくそ。せっかくなのでちょっと交換しませんか。じゃあももしのただチョコとアイスかけただけのベビーカステラ食べたいと思います。美味しいですね。あ、ありがとうございます。美味しいんですけど、まあ相当の範囲内というか。じゃあ早速カーシーさんが作ったの食べたいと思います。どうぞどうぞ召し上がってくださいませ。まあこんなのな、ちょっとそうそう、あ、やめてください、それでぐちゃぐちゃすんの。あ、あ、そうだ、言い忘れてました、ぶどうも入ってます。じゃあいただきます。いかがですか、どうぞ正直に。まあ美味しいですよね。はい、ありがとうございます。まあ美味しいですけど、はい、私のものより想定内の味ですよね。シュガーソルト。はい、ということでちょっとまだ食べ終わってないんですけど、まあ、これは後で食べたいと思います。まあね、ちょっと僕らお互いに負けず嫌いすぎてどっちが勝利かをね、自分たちじゃ決められないので、はい、まあ、ぜひここは視聴者の皆さんに判断していただければなと思います。コメント欄でお待ちしてるよ。ぜひコメントに、これはボーちゃんの方が美味しそうだった、カーシーの方が美味しそうだった、書いてくれればいいなと思っております。はい、はい、お願いします、はい、ということで、今日もね、最後まで見てくれてありがとうございました。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 